はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回の三河建築館はパワポでの設計発表の仕方についてお話したいと思います。で、実例も1本最後にお見せしたいと思います。まずスライド6、7枚ですね。まあ3分の発表でどうするかを話したいと思います。スライド6、7枚を使います。で、スライド6、7枚を作ってから台本を作るという順番でやると能率がいいと思います。で、スライド6、7枚ですね、このように並べてみました。で、まず1枚目はタイトルですね。タイトルで、周りにですね、周りにっていうか全体に写真を貼ると。で、一番いい模型写をですね、こうスライドいっぱい、あるいはスライドからはみ出す形で、貼って、でその上にタイトルと名前を書くというのがいいかなと思います。よくやるこんなようなやつはあんまりかっこよくないので、まあ、全体に貼って、まあ、立ち切りというのは、写真の方を大きくしてそれをカットする、トリミングするということですけども、そういう形がいいかなと思います。このようにちょこまか貼るというのはあんまりかっこよくはないですね。なのでポスターっぽくやるならばこう写真を大きく使うということです。で、次のページに2ページ目にどこに何を、フェアとファットですね。これが抜けると一体どこに何作ってるのか全然わかんないという人が結構いますので、どこに何を必ず最初に言ってもらった方が分かりやすいと思います。で、地図ですね。地図もかなりでかいやつ、大きい、全体の見える、まあ、県のどの位置かとか、東京のどの位置かっていうのが分かるとこと、それからクローズアップしたところですね。で、そこに何を作るか、建物の機能をまず先に言っていただくと、すごい分かりやすくなります。で、その次に3番目として、コンセプト、中心となるコンセプト、こういうことをやろうとしているという。こういう提案をしようとしているというコンセプトと、それを説明するコンセプト図を貼って出すと。そうですね。これが3枚目です。で、4、5、6で初めて自分の設計というか図面ですね。図面とかパース、模型写を4枚目、5枚目、6枚で説明すると。まあ、足りなければもう少し増やしてもいいですけども、説明する時間が本当に3分だと非常に短いので、要約してください。このように。で、最後、6枚目か7枚目、最後にまとめとして、やっぱり同じように模型写のでかいやつを入れて、立ち切りにして入れて、要点だけこう書くということですね。で、文字を書く場合は要点、まあ、こういうところにも文字を書く場合はですね、要点だけ書くと、要約だけ書くということですね。よくダーッといっぱい書いちゃう人がいて、それ読むだけですごい大変で、で、本人もすごい勢いで読むんだけども、それ聞き取れないですね。なので、要約を書くと、えりすぐって要約を書くということですね。このようにまずスライドを作っちゃいますね。表紙があって、どこに何を2枚目で、コンセプト3枚目で、ここに設計の内容456と、で最後にまとめをで締めくくるということです。まあ、このコンセプトとか台を最後に持ってきてもいいですし、一番いい写真をここに持ってきてもいいので、ここと。で、最後こう、質疑応答の時間に入るときは真っ暗にしちゃわないで、これ最後のここだけ残しておくようにしてください。で、ここの一番いい写真を皆さんに見てもらうようにしてもらうと。そうですね。で、ここまで準備ができた段階で台本を書くと。で、これワードで、ワード1枚にまとめるように書くと。で、文字も大きめですね。で、書いていくんですけども、文を短くします。すごい、どこで切れるのか分かんないような文章がいっぱいあるので、なるべく短く、点と丸、特に丸の位置をなるべく短めに入れていくと。で、何度かゆっくり読んで調整してください。これを全部書いた後に、A4 1枚になりますよね。それを何度かゆっくり読むと。で、必ず文章の方が多いはずです。で、3分オーバーするのが普通です。で、アナウンサーではないので、とちりまくりますよね。最初読んだ時。だから5、6回読む練習をするということですね。それで取り掛かります。で、現地に行って、まあ、例えば教室に行って、最後の練習を朝やっておくと。こう、クリックする人が自分だったら自分でクリックする練習して、で、人の場合、もう一人友達にやってもらう場合はですね、そのプリント、この台本のプリントをもう一枚渡して、ここでクリックしてくださいというのを渡すわけですね。で、あまりアニメーション入れないと、あるいは全く入れなくていいですね。ボワーンってなってくるくる回す人もいますけども、全く意味ないので、やるとしたら意味あるアニメーションなんですけども、まあ、やらなくていいと思いますね。やると失敗するケースもあるので、アニメーションは入れなくて、普通に、1枚ずつスライドを説明するでいいと思います。で、基本は内容で勝負するわけですから、スライドのそういうアニメーションとかで勝負するわけではないので、そこは注意してください。よろしいでしょうかね。で、ここまで、説明したので、あと
実例を1本お見せしたいと思います。それでは動画を切り替えます。はい、去年の卒業生のパワポを借りてきましたけども、まず1ページ目、目いっぱい写真と、タイトルですね。でここに、自分の名前を書くと。でタイトルにサブタイトルつけてもいいと思います。まあ、タイトルはかっこいい名のキャッチで、サブタイトルは、説明的なタイトルをするというのでもいいと思います。例えばハウジングコンプレックスだったら、どこどこに立つ集合住宅とか、そんな感じでサブタイトル入れてもいいと思います。で、次に2ページ目、敷地ですね、この町田の駅のここに建てますと。でこの説明がちょっと入ってますよね。で地図が入ってると。でそこにファミリー向け集合住宅を設計したということで、分かりやすくなってます。で、次に、自分のやったことのコンセプト、設計趣旨を入れてますよね。でこれが平面図ですけど、まあ、平面図にもコンセプトが入ってると思いますね、このように。これは多分アニメーションをつけてやってたと思いますね。で断面図、立面図とパース。でこれもアニメーションでこう丸が出てくると思います。ただアニメーションいっぱい入れるとですね、アニメーションいっぱい入れると、ちょっと、クリックを閉じるとずれちゃう。で友達にクリックやってもらう場合はクリックが難しくなるという、欠点もありますので注意してください。アニメーション入れる場合ちょっと練習が必要かなと思います。で読むタイミングでこれが出てくるようにするということですよね。で最後、こういう写真を出すということですね。で、最後もう一回コンセプトなり自分で一番言いたかったことを出すと。で模型写真を目いっぱい写すと。でこのまま質疑応答の時は止めておくということです。今回は以上です。役に立ったと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさようなら。